アウグステ・カロリーネ・ゾフィー・ロイスツー・エーベルスドルフは、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルトコ、フランツの2番目の日。アウグステは、ロイス・エーベルスドルフ・ハク・ハイン・リヒ24世と、その妻カロリーネ・エルニス・ティーネ・フォン、エルバッハ・シェーン・ベルクとの間の娘として生まれた。エーベルスドルフは、アウグステの祖父・ハイン・リヒ29世が、熱狂的な経験主義の信奉者だったため、 経験主義信仰の中心地となっていた。祖父の妹、エルトムーテドロテアは、モラビア兄弟団の指導者、ニコラウス・フォン・ツインツェンドルーフの妻であった。こうした、家族関係から、アウグステは極めて深い信仰心の持ち主であった。アウグステは18世紀後半のドイツにおいて、最も美しい女性の一人と言われていた。父、ハインリヒ24世は、画家のヨハン・ハインリヒティ・シュバインに、 娘の肖像画制作を依頼し、アウグステを古代、カリアの女性支配者、アルテミシア2世として描かせた。ハイン・リヒ24世はこの絵画を、レーゲンスブルクの常設帝国議会の議場に掲げ、美しい娘に求婚者が現れるのを待った。1777年1月13日、アウグステは、彼女の肖像画を、本来の購入額の4倍の値段で買い取った。 ザクセンコーブルクイコールザールフェルトコをフランツに嫁いだ。アウグステと夫、フランツの子孫であるザクセンコーブルクゴータ十は19.20世紀のヨーロッパ昇華で重要な地位を占めた。アウグステは1796年、三女のユリアーネをロシア女帝エカチェリーナ2世の孫息子コンスタンチン・パブロビッチ大公に嫁がせることができた。ユリアーネ自身には、 不幸な結婚となったものの、この結婚は、ユリアーネの兄弟姉妹のヨーロッパ消化における地位の上昇に大きく影響した。1831年、死去。長男エルンストが、両親のために建てたコーブルク城庭園の母廟に、葬られた。アウグステは、オット・フランツとの間に9人の子女を設けた。ウィキメディアコモンズには、アウグステ・ロイス2・エーベルスドルフに関するカテゴリが、 あります。ありがとうございます。